早速ですけれども、今日のお題はこちらです。あなたは一人じゃない。パート1。まずはじめに皆さんに2つ質問します。質問1番目。皆さんは孤独を感じたことがありますか？それはどんな時でしたか？少し動画を止めて考えてみてください。どうぞ。僕は孤独を感じたことがあります。いつかっていうと浪人時代ですね。僕はどうしても国公立大学に行きたかったので、ひたすら激しく勉強しました。でも1年目ではそれは叶わなくて、僕は1年間浪人することにしたんですね。その時僕は滋賀県から京都の予備校に毎日通いました。僕はその時すごく孤独感を感じたんですね。なんでかっていうと、僕は本当に大学に入るためにひたすら勉強してたんで、もう友達を作る時間なんてもうありませんでした。もう朝起きて電車乗って京都まで行ってひたすら勉強して、そして帰ってきて寝て、でまた起きて電車乗って予備校行ってひたすら勉強して、また帰ってきて寝て、また起きてって感じで、何回も何回も毎日毎日予備校と家の往復、友達なんて本当にできませんでした。だからすごく僕は孤独でした。はい、では2つ目の質問いきます。孤独を感じた時どう対処しましたか？少し動画を止めて考えてみてください。どうぞ。僕はその浪人時代めちゃくちゃ孤独感を感じてたんですね。そこで僕が取った行動は、なんと予備校の近くにあるイオンモールのペットショップがあるんですけど、そこに毎日行って猫を見てたんですよ。それが僕の孤独の対処法でした。でもね、そのペットショップでお気に入りの猫ができてもすぐに売られるんで、いなくなるんですよ。うわぁ、僕の好きな猫売れちゃったとか言って、すごいなんかまた孤独感が増すっていうねそんなことの繰り返しでした。きっと皆さんね、人生に一回ぐらいは孤独を感じたことがあると思うんですけど、この孤独を感じる原因って何なんでしょうか？実は原因がいくつかあるんですね。それを一つずつ見ていきたいと思うんですけど、まず原因1番目、変化ですね。人生の中で変化が起こった時に人間は孤独を感じるんですね。例えば学校入学する時とか、また卒業する時とか、そしてまた転校する時とか、そして就職する時とか、転職する時とか、結婚する時とか、何か人生の中で変化がある時に人間は孤独を感じるんですね。原因2番目、2番目の原因は分離ですね。例えば学校卒業する時にすごく仲の良かった友達とさよならしなければいけない時とか、まためっちゃ大好きやった恋人と別れてしまう、またすごく愛していた家族の誰かが死んでしまってさよならしなければいけない時、このような時に人間は孤独を感じるんですね。原因3番目、3番目は敵対ですね。例えば仲の良かった友達が一気に急変して攻撃してきた時、また信頼していた人から裏切られた時、学校とかやったらいじめとかね、こういう時に人は孤独を感じるんですね。原因4番目、4番目の原因は拒絶ですね。例えば大好きな女の子に勇気を持って告白しました、でも私はあなたのことが嫌いですって言われて、また大好きやった何々ちゃん何々くんから急に振られて別れを告げられた時、また仲間外れにされた時、また就職活動で失敗した時、こういう時に人は
孤独を感じるんですね。このような原因で人は孤独を感じます。人が孤独を感じた時どうすると思いますか？人は何かに依存するんですね。例えばお酒、タバコ、ギャンブル、薬物、こういうものとか、また恋人に依存したり、またゲーム中毒になったり、こういろんなものに依存してこの孤独を解決しようとします。しかしそれらのものは一時的にしか解決できないんですね。根本的解決になってないわけです。だからまた何かがあった時に人は孤独を感じるんです。自分は一人ぼっちだと思ってしまうんですね。でも私は皆さんに言いたい、あなたは一人じゃないんです。あなたは一人じゃないんです。その根拠は何か、聖書に書いてます。一緒に聖書を読んでいきましょう。ヨハネの福音書14章の16節と17節。私は父にお願いします、そうすれば父はもう一人の助け主をあなた方にお与えになります。その助け主がいつまでもあなた方と共におられるためにです。その方は真理の御霊です。要はその方を受け入れることができません。要はその方を見もせず知りもしないからです。しかしあなた方はその方を知っています。その方はあなた方と共に住みあなた方のうちにおられるからです。そうですね、あなたは一人ぼっちじゃないんです。実は真理の御霊、聖霊様があなたと共におられるんですね。え、聖霊、何それって思った方、本当にわからないのなら一度神様にお祈りしてみてください。神様、本当に聖霊様はいるんでしょうか？いるなら私に示してください。このようにお祈りしてみてください。聖霊様はいつもあなた方と共におられるんですね。だからあなたも本当に一人ぼっちじゃないんです。いつもいつも聖霊様がそばにおられるんです。はい、ということで前半部分はここにて終了といたします。後半部分もまた配信しますのでどうか見てください。それでは、皆さん今日も見てくださりありがとうございました。さよなら、バイバイ。